I'll be waiting till we make it the day. ペペのご飯のレシピを変えてみるか。そうすれば毛が抜けなくなるかもしれない。いや、俺は招待されてここに来ているからな。軽率に犬を連れてくると迷惑だろう。実は列車にペットはいないのに、その毛がだからパム様にも似たようなことが起きてるんじゃないかと聞いてみたんだ。その時にペペの話を聞いたパム様が熱心に独自のレシピをシェアしてくれてな、少しは問題が解決するんじゃないかと。帰ったらペペに食べさせてみよう。好き嫌いをしないといいんだが。その時にペペの話を聞いたパム様が熱心に独自のレシピをシェアしてくれてな、帰ったらペペに食べさせてみよう。好き嫌いをしない。